噂の新入り君ね。あなた魔王の国へ行ったことがあるんですって。私最近まであのお城でグウェンドリンというお姫様の付き人をしていたのよ。あの人だ。よかった、生きていたんだ。いやー、元気になったんだね。バレンタイン王の話は聞いたよ。昔はそれはいい王様だったのに、魔法のコインを作られた頃から変わられてしまったんだ。数もわからないコインを集めるなんてできるのかな。勇気にもいろいろあるわ。必要なのは星草の中から針を探す類の勇気。あなたは一人ではないわ。慌てて何かあったの？メリル、逃げるんだ。ゴブリンが退去して攻めてきた。いや、こっちに来たぞ。チッ、逃げやがった。臆病の毛むくじゃらめ。おい、この辺にもきっとあるぜ。がっぽりコインをいただいていこう。あった、動くなよ、ウサ耳。その耳、そぎ落としてやろうか。皮を剥いで襟巻きをこしらえるのがいい。よさ、ここはプーカの土地だ。出て行け、ゴブリン。何を言ってやがる。俺らの土地だ。同じバレンタインの人間として権利はあるぜ。いい加減なことを。本当よ。心が横島なプーカがだんだんとゴブリンになっていったの。でもわからないわ、どうしてこんなことを。コインは感謝の言葉とともに送られなければ魔法は現れない。奪ったコインでは願いは叶わないのに。そんなことは知ってるさ。俺らの王がお作りになったお金だからな。こりゃそのバレンタイン王のご命令よ。バレンタイン王だと。俺たちはこんなものに用はねえ。だがお前らだけ元の姿に戻るのを許す気もねえ。王様の言うように炎の国の溶岩へコインを投げ捨てりゃあんたらの泣き面を拝めるって寸法よ。待て。大丈夫ですか、メリルさん。ダメよ。コインを失ったら二度と元の姿には。奪うてこいもとは感性を受け、わかりました。なんで逃がしたんだ。目の前にいるやつ倒せた間は何逃がしたんだね。おりにわかる。そういうとこ突っ込んじゃったね、俺。まあいいでしょ、打感していかないとね。コインがなくなると元の姿戻れない。一生このままだよ。まあ、可愛くていいと思うんだけどね、俺は。俺この見た目の方がいいな、多分モテるわ。今の俺の見た目で絶対モテない。ひどいからね。申し訳ない。自分の悪口はここまでにしておきましょう。さて倒すで。出てこいや、ゴブリン。次々来るね。まあ、全部殺すんですからね。もう当然ですよ。グーバーイ。さて、残り1匹かな。かわいそうに1匹だけ残ってね。ボコボコにしてやろう。リンチしてもいいんだけどね。はい、グーバーイ。レッツゴー。エースランクいただきました。幸先のいいスタートだ。はい、何が入ってる？オッケーオッケー。全部よこせ、全部よこせ。さて、お次。これまあ、とりあえずまっすぐ進んでいこうかな。どけ、お、めっちゃ来るね。全部倒そう。おうおうおうおお。まあこれバトルステージじゃないんで無視してもいいんですけどね。無視します。ガムシです。基本倒さないスタイル。あー、出た出た出た。ファイアーエレメンタル、これがうざいぞ。お、当たりまくってる。一発も攻撃当たんないね、こっちの。ダメージが減っていく、体力が減っていくよ。腹立つな。くんじゃね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 。おらら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 。一気に全部倒す、一気に全部倒す。ゴー。あ、外れるっていうね。うん、一気に全部外れたっていうね。よっしゃ、終わりだろ。イエース。
で、お次こっちね。おおおお、落ちて大丈夫なのこれ。落ちていいの？落ちます。すごい落ちていったよ。落ちて正解なんだよね。だいぶ下まで来たけど。あ、ボスそこあるじゃないですか。え、ボス、え、もうすぐボスあるんですけど。早っ。あ、でも鍵が必要なんだな。鍵を見つけてこないとダメなんだ。これ鍵どこあるんだ。とりあえず右から行こうかな。そう簡単ボスはならないわな。なんで第6章だけこんな簡単なんだよってなっちゃうからね。そうなると鍵をどこかで見つけないと。今んところどこにあるかわかんないね。はい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 、はい、グッバイ。めっちゃこの都会出てくるんだけど、サラマンダーね。出すぎじゃない？本当に。割りかし強いんだからさ、そんな数で来られても困るよ。気持ち悪いな、本当。うわ、でっかいこれ、ファイアエレメンターも来てるよ。あっぷね、どけどけどけ。殺す気で来とんな、確実に。やめて。俺そんな気で言ってないからね。俺倒せればいいなっていう気で言ってるからね。そこんとこもっと考えながらプレイしようよ。互いにね。うん。とりあえずね、このまま右進んでいこうかな。うん、こっちね。なんだこれは。なんだこの、この敵は何なの。よくわかんない敵来たぞ。うん、これも無視でいいね。どけどけどけー。うわー、来た来た来た、中ボスか。あ、これも過去一度倒してるボスだね。どこ行ったどこ行った。ややこしいな。頭燃えてるおばちゃんだよね。ガチ燃えじゃないですか。燃えは燃えでもこの燃えは嫌だね。頭燃えてるとか考えられないけどね。火事、頭火事です。火事起きてる。はい、ゴー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 。はい、どっか。もうそのプレイヤーの見えないとこ行くのやめて。その黒いとこ、上の黒いとこね。見えないって何よりも辛いんだから分かってるでしょ。おっしゃ、ナイス。おっしゃ、攻める攻める。で、上で切るっていうね。見えないとこで切るっていう。なんだこれ。何してんだ、一体。おっしゃ、おっしゃ、おっしゃ。ナイス、ナイス、ナイス。何が起きてんだ、これ。一体何、どこ行った、ほんと、どこ行った。上にいるな。おっしゃ、ええだ。ずっと飛んでるから、やりにくいね。降りてこいよ、たまには。あー、当たらんな、攻撃や。よしよし、いいぞ、いいぞ、いいぞ。頭、カジおばちゃん、ずっと攻撃してこないね。基本、受け身なのかな？ M 気あるね。よっしゃ、あと1ゲージ。オッケー。なになになに、うわー、サラマンダ来た、サラマンダ。嘘だろ。イエス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 、ナイスナイスナイス。はい、ドカン、次この一撃。やばいね。死んでるんじゃないか今の。実はもう死んでるんじゃないか。わー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 、なんか出てきたんですけど。ゴーゴー、はい、もう終わる、もう終わる。はい、ゴー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 、ゴリ押しゴリ押し。はい、終わった。まだ終わってない。はい、ゲームセット。グッバイ、イエース。ただただ一方的に攻撃するゲームになってるね。鍵ある部屋ねえな。こっちじゃねえのか。ちょっと逆来ちゃったかもしれないね。とりあえず先に進んでいかないと。はい、こっちね。はい、はい、はい、あ、はい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 、上がれない。はい、はい、危ない危ない危ない。火吹き出すんじゃねえ。危ねえだろ。殺す気かっつってんだ。自然も殺しに来とんな、俺のこと。勘弁してくれ。バトルステージ、こっち方面進んでいこう。何何、え、ボルケイン逃げてるだけなんですけど、攻撃してこないっていうね。で、こいつね、倒した後爆発するからね。しばらくしたら逃げ離れた方がいいんだ。それはもう勉強してる。バカじゃないんでね。過去一度倒してるし、爆発の 何度も食らってるし。 OK、 グッバイ。死ねえ。
よし、やりにくい相手だなこれ。あーもう最悪、もううぜえなこいつ。逃げんじゃねえ、逃げんなら戦いにならねえだろ。ゴー、無罪敵のオンパレード。ボルケインにファイアーエレメンタル。プレイヤーをイラつかせに来てるねこのステージ確実に。終わったかな。いやまだいんのか。え、なに、どこいんの。あ、こっちいたわ。行こう、行こう、行こう。あ、終わった。もう長いわ。え、まだ終わってないの。イエス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 。間がね、間が空くから、え、まだ終わってないのってなっちゃうんだよね。よっしゃー、鍵どこだろうな。とりあえずうわ、こっちじゃなさそうだなこれ。どこだ、結局やっぱこの下の方にあるのかな。こっちないでしょ、このまま行っても。多分ないな。あ、まあ、とりあえず行ってみるか。はい。わあ、またボス来たよ。中ボスね。これも過去一度倒してるし。行こう、行こう、どこ行った。あーもう火当たりまくってる。全部当たる人間なかなかいないでしょ。うん、トキシック、はい、ナイス。毒で苦しむのです。もっともっと苦しむのです。えゆう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 ゴー。あ、のののののの、なんか隕石的なものが落ちてきて、隕石地球滅ぶわ。あー、うち、よっしゃ。あーと逃げ時間もう中途半端残ってるし、あーもう最悪。あ、いかん、死ぬ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 、あっぽれ、なんちゅう攻撃や。あ、オッケー、ファイヤーエレメンターがほんとうざいね。あ、出た出た出た、このゴッドバード。あ、勝手に俺がつけてるだけだけどね、これがうざいのよ。これある程度立つとね、また普通戻るんだけど、しばらくこの状況なんだよ、状態なんだよね。また来た、ゴッドバード、俺がつけてるだけ。ほらほら、戻った戻った、これがややこしかった。あら、あららら、どこに飛ぶ、降りてこいバカ野郎。飛ぶんじゃねえ。ゴー、ナイス一撃。よっしゃ、降りやがったな。どこ行きやがった。ゴー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 、もう一回もう一回、ワンマータイム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 、多少の無茶はしていかないとダメだよ。よっしゃ、来た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 、ゴー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 、トキシック、よっしゃ、トキシック使っていこう。はい、オッケー、イエーイ。体力ちょっとピンチか、体力ちょっとピンチか、ちょっとピンチか、ちょっとピンチの方がちょっと楽しいんだよね、実はね。実はそうなんだよね、人生って何でもそうなんだよね。それがちょっと快感になってる人も世の中いるんですよ。死ぬよ死ぬよ、たかし死ぬよ、ごめんな、約束守れずに死ぬかもしれん。飲んで、ゴクリセーフか、あっぶね、行くとこだった。あのののののの の自ら当たりに行くスタイル、なんで、ワイワイワイ、うんうん、逆から行こうか。あの噴火がかなりうざいわ。くっそー、もう無駄なダメージ多いな。いた、もう倒す、はい、オッケー、グッバイ。はあ、もう苦戦苦戦苦戦続きですが、これも別に倒さなくてもいいんだけどね。ランク C ランク、しょぼいな。あ、あ、あんた、あ、これだこれだこれだ、あ、合ってる合ってる、申し訳ない、これ倒さないとダメなやつだ。はいはいはい、ここはそうそうそう、鍵じゃなくてね、青の種火だからね、これで開けるんだ。俺の勘違いだね、ずっと鍵のマーク探してたけど、これで合ってるんだ。じゃあこれだね、はい、青の種火を使いましょう。はい、開きますよ。これでボスに挑戦できるね。ここは鍵ではなくて種火ですから、相手を倒したら手に入れることができるからね。しゃ、
ボスなんだろうな、わかんねえな。まあ何でもいいから倒すけどね。しゃ、行きましょう。第6章4幕だ。またお前か、世の邪魔ばかりするゴブリンどもめ。大口を叩いてしくじりおったな。お前は王なんだろう。どうして国民を苦しめる真似ばかりするのだ。世の恋をどうしようと世の自由だろうね。よかろう、昔話を教えてやる。その昔、強大な力を持つ心優しい王がいた。民の幸せのために持てる力を皆の手にする恋へと託した。だがその結果はどうだ。栄えるどころか裏切り者の手によって国は滅んでしまったわ。世は自分の王を食べる蛇のように国を呪った凶王と言われておる。お前が結晶炉を操り国を滅ぼしたのではないのか。今となってはどうでもよい。王の良き心は魔力と共に金貨に溶け去ったのよ。このコインを溶岩に溶かせば世の魔力が元に戻るはずであったのに。ゴブリンどもめ、いやそれは大目に見よう。世は寛大だ。まだこの手には希望がある。たったの卵一つだが侮るな。大陸の古い予言にもあろう。これが全てを食らうという蛇の卵。我が国の予言ではその蛇、いや竜の名をレバンタンという。竜の卵。ワグナが言っていた卵を盗んだというのはお前なのか。世界を滅ぼす世の憤怒、世の超常なる力の残りを譲り渡そう。全てをお前の凶悪な未来に託すぞ。生まれるのだレバンタン、お前の力を見せてみろ。可愛いだけなんだよな。これも過去倒してますからね。予言の竜レバンタめっちゃ可愛いっていうね。なんだあの間は。多分どっちとも、あ、可愛いって思っちゃったんだろうね絶対そうだよ。なんか静けさあったもんね。おかしな間だったよ。これも結構簡単だったけどね、すんなりと倒せた、ね、お、トンネルか。うざい。ある程度ダメージ与えると落ちてくるはずだ。あ、でもわりかしダメージ食らうな。あ、行こう。よっしゃ、落ちたよね。おおお、ナイス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 、攻撃チャンス。どこ行った。硬いな。ほんでよっしゃ、ナイス、ええぞ。半分削ったね。何ガードしとんねん、ボケ。ガードすんじゃねえ。可愛いからといって手加減するつもりはねえぞ。あの、どんどん死ぬ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 。あっぶね。前に行っちゃうっていうね。後ろから攻撃してんの、前を追い越しちゃってダメージ食らうっていう。もう恥だよ。情けないわ、今。あ、自分で今情けなと思ったもんね。なんか、座り込んでるよ。何してんの、かわいい。よっしゃ、硬いな。本当にこんな硬かったっけ、前倒したの。よっしゃ、そうだよ、これなんかこれ呼ぶんだよな。とりあえず1ゲージ目は減らした。よっしゃ、まあいろいろとアイテム使っていけばいいからね。
シャイン。じゃあ、こんなんしろ。まず周りのザコは無視して、もうボス。どけ。お、ボルケーノ落としてるね。カモカモカモ。ボルケーノ、ボルケーノ、ボルケーノ。あー、ほんでほんでほんで。はい、レッツゴー。死んでまい。一方的な展開、完全にいじめてる。どこ走る、どこ走る、受けてる。よっしゃ、半分きたね。何座り込んでんの、余裕ありすぎるだろこれ。本当生まれたてかよ。そうとは思えないですね。まず体力ピンチってる。アイスエレメント、ほらほら、これがいいんだよ、これが。ちょっと待って、これね、近づくだけでダメージ与えれるからね。の前にヒールして、よし、ゴクリンパー。あ、ヒール使うとなくなっちゃうの。いや、そうじゃないでしょ。ほらほらほら、ダメージ食らってるでしょ。ほらほら、このアイスの部分が当たってすごいダメージだ。いるだけで食らうっていう最高だよ。最強の生物となっている。ゴー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 。うわ、えぐい火だな、びっくりした。うわあ、生まれたてとは思えない火球吐いてるよお前。成長したらどんな火球吐くんだろうねこれ。まあ成長する前に殺すんですけどね。うん、よっしゃ。どこ行った。ほほほほ、よし、あとちょっと。あ、ノノノノノ、よっしゃ、どこ行った、あとちょっと。オーケーオッケーオッケー、あと1ゲージね。よかったよかった、この調子で行くぜ。よっしゃ、おー、ナイスナイスナイス。もう後ろから来んじゃねえバカ野郎。これ全然知らねえな、後ろにいるやつ。あの雑魚結構ダメージ与えてるだろう。どけ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 、死ねえ。よし、ようやく死んでくれたよ。あ、トキシック落ちてるね。回収、トキシック、トキシック、はい、えい、苦しめばかやろ、舐めるなよお前。はい、半分切ったね。残るまだ半分だ。もういけ、もういってよし、死んでよし、苦しめ。あ、倒れてる。ゴーゴーゴー、あとちょっとあとちょっとあとちょっと、いけいけいけ、ゴーゴー、いやー、やれ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 、もういける、もういける、もういける、とどめを刺そう。あららららららら、ら通り過ぎるっていうね。はい、また見てて、座り込んでるから。はい、座り込んでるね。最後までおバカちゃんだね。それさえなければ勝てたのに。はい、グッバイ。ちょっと長い戦いになったね。硬いわこのボス、全然こう通らねえな。さて、6勝の6幕。長く冥界に囚われていたせいか、冥界の魔石、その光の前に我が魔力は萎縮してしまう。お主何者だ。私はタイタニアの王子、コルネリウス。エドマンドの小せがれだと。なるほど、お前がなぜタイタニアの剣など手に入れたのか解せなかったが、それならあやつが父殺しの剣をお前に渡したのも納得がいく。父殺しだと。息子に語れる話ではなかろう。父親のガロン王を殺し王冠を継いだなどと。父上がそのような罪を犯すはずはない。大地、祖父は国が魔獣に襲われた時に亡くなったと。だが父上はこの剣を見て怯えていた。
私に剣を託したあの恐ろしい声、私をコルネリウスと知っていた。まさかあれが私の祖父だとでも言うのか。ガロンは冥界の牢で泣いておったら、愛する国民をむさぼり食った挙句にその剣で息子に命を絶たれてはな。祖父王が亡くなり、魔獣から国を救った父が王位を継いだと聞いている。その祖父が魔獣だと言いたいのか、バカな。タイタニア王家に代々伝わる秘術とやらで化け物になったのよ。圧倒的な世の軍勢と戦うためにガロンは決断したのだ。歴戦の将兵が蟻塚のように崩され、我らは追い払われた。だが狂うてはしようがない。その後化け物は7日7晩タイタニアで暴れ続けた。それを父が打ち倒したというのか、国を救うために。エドマンドに感謝するがいい。あの男がそれでもなお秘術の用意があると言い出さねば、その後のタイタニアは容易に蹂躙できたであろうからな。父上はそれでああも固くなだったのか。この地響きの知らせ、まずいな。炎の王オニキスに出てこられては面倒だ。待て、どこに行く。煉獄の炎の中よ、さらばだ。おそらくは終焉のその時まで。ちゃんと全部ありましたわ。そっか、本当によかった。コルネリウス君、ありがとう。代表して礼を言わせてもらうよ。コインがなくなって困るのは私も同じです。君はタイタニアから来たと言ったね。ジョーカーがあの様子ではしばらく故郷に戻らない方がいい。え？知らないのかい？ジョーカーにドラゴンが現れたことを。ドラゴンだって？何でも娘を選んでは生贄にしているそうだよ。タイタニア王もなすすべなく、国中がピリピリしている。あの父が無慈悲に生贄を。はい、これで、この話は終了になります。次回の実況もお楽しみに。ここまで見てくださってありがとうね。グッバイ、また会いましょう。